レシピのに赤い線を入れているところに印を入れます。こちらの赤い線の部分ですね、真ん中のところ折り目の山になるところに印を入れます。では裁断に行きます。はい、それでは裁断に行きます。型紙を隅っこの方に置いて印を入れます。ここが輪になりますので、そのままここが輪になります。こっちも線を入れときましょう。そしてここが輪になりますので、こちらをこのように輪にして1枚裁断してもいいのですが、たくさん作った方がいいので、いっぺんに裁断をしていきます。これで2枚いっぺんに切れます。これをさらに重ねます。印をつけなくてもこのように型紙を置き、定規を入れて枚数のものが作れます。きれいに2つ折りになります。ずれないのですごく仕事がしやすいです。その次に印を入れていきましょう。ちょっとずらして印を入れていきます。クロバーさんのレシピの真ん中のところを印を入れていきます。印を入れたところを山折りに折り目をつけます。一つ中心を飛ばしてまた山折りに折り目をつけます。これを真ん中の中心のところに2つ一辺に折っていきます。それではプリーツが畳めました。ここでこちら側を表になります。縫い目を表に持ってきたいので、こっちのこちら側に折りたいです。そしてミシンの工程に入っていきます。はい、それではミシンの工程です。クリップで留めているものを外し、仮止め、プリーツが開かないように仮止めをします。しっかり下ろしてから押さえを下げます。仮止めなので返しはしなくて大丈夫です。このまま5ミリぐらいのところを縫っていきます。折り目がついているので簡単にこちら側に倒れます。30センチに切ったゴムを間に入れて、そしてこう押さえながら 1.5 に折ります。注意するのはゴムを一緒に縫わないように、ゴムをできるだけ端っこのところに持ってきて
端っこに行くように置いてスタートをかけます。ちょっと手前で止まりましょう。糸切りで綺麗に糸始末をしましょう。はい、最後に紐で結びます。これは、かける人の長さに調節してください。私は30センチに切ってますのでちょっと長めになってます。布で作る場合はゴムで洗うと思いますので、マスク用のゴムがあるといいと思います。これで完成です。